アシニボイン族の女性、アシニボイン族とは、アメリカ北部からカナダ南部にかけて先住するインディアン部族である。アシニボインは、チッペバ族の言葉で、熱種大使で調理をする者たちという意味。アシニボインさんは、カナダのアルバータ州とブリティッシュコロンビア州の境界に、ある、ロッキー山脈の広報である。アシニボイン族は主に狩猟を制御としていた民族で、 アメリカ合衆国のモンタナ州北東部とノースダコタ州からカナダのアルバータ州、サスカジュワン州からマニトバ州南東部の大平原に定住していた平原インディアン。もともとはダコタスウ族に属していたが17世紀に関係が悪くなりダコタ族から分裂して逃げるようにモンタナ州北東部やカナダに移動して行った。部族は新たな 寒さと雪の土地での生活を始めるが苦労の連続だった。子供たちは寒さに震え、そして食料は見つけるのが難しかった。700人から1000人ほどいたが、1851年、モンタナ州のリトルロッキー山脈役周辺に住んでいた時は人口は半数近くに減少していた。現在、モンタナ州のフォートペック保留地などに定住している。 ハンクパパ族の呪術師、シッティングブルの逸話で、アシニボイン族の少年を救った話が語られている。シッティングブルが参加した戦士集団が仲間とはぐれたアシニボイン族の一家を攻撃した。その時、両親や兄弟がすでに死んでいたが、その死んだアシニボイン族の家族の少年が敵に包囲されているにもかかわらず、少年は勇敢にも矢を言ようとし、シッティングブルに ビッグブラザーと呼んだ。シッティングブルは少年の勇敢さを認め自分の弟にして生かそうと決めた。以後、シッティングブルはこの足にボイン族の少年に定重に、もてなし、少年の忠誠心からステイズバックという名を与え自分の弟として育てた。そして、ステイズバックは勇敢な選手へと成長していき、シッティングブルは彼の勇敢さの敬意を表し、 父親の名からジャンピングブルという名を授けたという。ありがとうございます。